海軍の猛攻の中、ルフィはエースを解放した。だが大将赤犬の追撃がエースを襲う。ルフィをかばい、エースは死亡。目の前で義兄エースを殺され、呆然と座り込むルフィに赤犬の拳が襲いかかる。マルコだ。わお。カオ。あ、相手ジンベイいるね。マルコだけじゃないのか。わお。その命こそ、生きるエースの意志だ。エースに代わって、俺たちが必ず守り抜く。もし死なせた、白ひげ海賊団の恥と思え。ボコボコタイム。レッツゴー。ノー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 、危ない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 。マルカコンボが強いからね。これね、余計はないでしょ。あ、しないっす。ジンベイ来るかな。えい、まあ、ジンベイ前回ボコボコしてるからね。オッケージンベイ何もできずかわいそうになってきた。ボコボコリンチしてるよね。はい、ゲームセット。オーマイガー、ジンベイに受けたダメージゼーロー。もっと頑張ってくれ。敵ながらちょっと弱すぎるわ。あんたかっこいいけどね。はい、これで終了になりますね。マルコは強えんだが、ジンベイの弱さにちょっとびっくりしたね。青生地がレベルアップでございます。おお、またメインチャプター解禁となりました。今回は早く終わりましたね。難しい戦いになるかなと思った。ほんとジンベイがもう戦力外通告でしょ。こんなもんいない方がまだマシだわ。てなわけで次回はこちらのチャプターをプレイしていくよ。クリア条件は勝利せよとのことだね。次回の実況も見てくれ。グーバイ、またおう。